こんにちは、川原ひろみです。プレゼンテーションするんですね。あのお友達の前で立って言うってかなり勇気がいることなんです。だけれどもこれを小さい時からやっていくっていうことは、今回はたくさんテキストがある中でなぜラーニングワールドがいいかっていうことについてお話ししたいと思います。子どもの英語のテキストを選ぶときに何を基準にして先生は選んでいらっしゃいますか？一番大切にしていただきたいのは何歳の子どもに教えるかということなんですね。子どもとはいえども例えば4歳児と12歳児を見てももちろん体の大きさも異なりますし、何よりも集中力の長さが違ったりということもあると思います。ですので英語のレベルがビギナーであっても子どもたちの発達段階をまず見るということが大切になります。小さい子どもは体をたくさん動かしたり歌ったり踊ったりすることに抵抗はありませんけれども、高学年になるとちょっと恥ずかしかったり声がらりがしたりとか、まあそういうことが出てくると思うんですね。で実はこのラーニングワールドシリーズっていうのがこの子どもたちの発達段階、知的レベルを非常に考慮して作られたコースブックになっています。ラーニングワールドシリーズはまず著者が日本人の先生であるということ、そして日本の子どもたちのために作ったテキストっていうところに大きな特徴があります。ですので英語のレベルがビギナーだからじゃあ1番からとかいうのではなくてですね、ラーニングワールドシリーズは子どもが何歳からこのラーニングワールドに出会うかによってテキストをお選べいただけるところも非常にユニークなポイントに、今英語を教えていらっしゃる、あるいはこれから英語を教えたいという先生がおそらくこれをご覧になっていただいているかと思うんですけれども、まずラーニングワールドがいいっていう話の前に、私たちはなぜ子どもに英語を教えているのかっていうことですよね。で、子どもたちにどういうふうになってほしいのかっていうことをまず考える必要があります。で、子どもに英語が好きになってほしいとか、まあ、英語ができるようになってほしいとか、学校の成績がね、いい点数取ってほしいとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけれども、一体その英語というもので何ができる子どもを育てたいのかってことを考えていくことが大事だと思うんですね。で、そのじゃあ何ができるようになるのかっていった場合に、今まで英語というのはその単語の例えば語彙の量であったりとか表現の数であったりとか、まあ、そういう知識とか技能の部分っていうのをすごくフォーカスして、まあ、学んできた時期がすごく長いと思うんですけれども、ラーニングワールドがいい部分っていうのはですね、この知識や技能だけではなくて、子どもたちが自らの頭で自分の思いやアイデアをまとめて表出するような、いわゆる自己表現活動っていうものがたくさん入ってるんですね。で、ここはこれから の教育の中でとても大切な要素になると思っています。いわゆる答えが一つではないっていうことなんですけれども、まあ、知識や技能であれば、まあ、正解っていうものが出てくると思うんですよね。で、そうすると子どもはいつまでたってもその何が正解なのかとか、合ってる間違ってる、あるいは模範解答っていうものを気にして英語を学んでしまうことがあると思うんですけれども、そうではなくって、英語はあくまでも言語であるわけですから、道具であるわけですから、その後ろにある内容を子どもたちがしっかり考える、つまり、ラーニングワールドの中に出てくる自己表現活動という課題を与えられた時に、自分はどんなことを考えるのか、どういうアイデアを出すのかっていうことをしっかり考えて、それを英語で載せられる、こういった、活動があるものっていうのはすごくラーニングワールドの大きな特徴になると思うんですね。答えが一つではないっていうのは、いわゆるそのアイデアとか考えっていうのにはみんな一緒かって言ったら違うはずなんですよね。そこを大事にしているということです。英語的に合ってるとか間違ってるってなると答えは一つになってしまうんですけれども、子どもたちの思いとか感情とか、あるいはアイデアっていうのは子どもの数だけあってよくて、それが当たり前のことだと思うんです。で、ここを大切にしているので、答えが一つではないことをするっていうような説明になるかなと思います。知識技能の面で言うと、
まあ一回一冊やったら全部覚えてるかっていうとそういうわけではないと思うんですよね。忘れてる部分もあると思います。でそういうところをこううまくですね、こうスパイラルに学習できるという意味では非常に英語の定着が良くなる、定着しやすい作りになっているっていうのはあると思います。ゲームや歌やチャンスっていうのはこの学習の中での目標ではなくってあくまでも手段であるということなんです。つまりゲームをすることが目的になってはいけない、歌やチャンスを覚えることだけが目的になってはいけない。歌やチャンスやゲームというのは語彙や表現を効果的に覚えるため、あるいは定着させるための手段であるっていうことなんですね。で、ここはすごくラーニングワールドがはっきりしている部分です。ラーニングワールドの中にも歌やチャンスや、まあ、アクティビティという、まあ、ゲーム性の高いものってあるんですけれども、それをすることが目的ではなくってあくまでも体験してそれを定着させるためというような位置づけになっています。アクティビティシートとカラー競技っていうのは非常にこうラーニングワールドの中でとってもユニークなあの教材なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、カラー競技集アクティビティシート集っていうのはそれを使うことによって今ここで英語を使わなくてはいけない場面を作ることができる教材っていうことになります。こう言いなさいって言って言わせるのではなくって伝えたいから言うとか聞きたいから質問するとか、なんかそういうような、英語を今ここで使う場面が作れる教材です。これはとても他社にはないユニークなアイテムになるんじゃないかなと思います。英語のいわゆる知識や表現の定着ということを考えると、テキストに出てくる歌やチャンス、カンバセーション、あるいはダイアログですね、これに関しては全部暗記をする、丸暗記することを目標にしています。定着させるためにはやはり覚えるというような作業が必要になってくるんですね。でその覚えるという意味では毎回、子どもたちにリスニングホームワークといいますか、そのお教室で習った歌やチャンツやダイアログをね、こう覚えてくる、練習するというような宿題が出てくると思うんですけれども、それを通して1年間で1冊丸暗記ができるような状態でいくと、しばらく経った時にそのチャンツのこうリズムで、あのチャンツだったらどんな風にできてたかなっていうことをこう思い返すためのこう引き出しがたくさんできるという意味でも丸暗記を目指すっていうことはあの推奨しています。